三宅町にある県立高等技術専門校で訓練生の作品を展示・販売する恒例の催しが開かれましたこれは専門的な技術を学ぶ高等技術専門校を知ってもらおうと開かれているものです作品の質の高さやリーズナブルな値段が人気で毎年多くの人が詰めかけ 中でも服飾ビジネス科が販売したエプロンは始まって1時間足らずで完売しましたそして訓練生とも交流できるとあって訪れた人が食事の時期などを造園技術科の訓練生に相談していました高等技術専門校では年々女性の訓練生が増えているといいこれまで男性が多かった家具工芸家も 20人の店員のうち、今年度は12人が女性です。このほかに子どもたちが楽しめる展示や模擬店などもあり、会場は多くの人たちで賑わっていました。